犯人はお前だ。犯人はお前だにゃ。しびれるにゃ。僕もこのドラマみたいに探偵になってビシッと事件を解決してみたいにゃ。探偵になりたいの？そうだにゃ。その名もブチ探偵。にゃにゃ、ベージは僕の言葉がわかるにゃ。うん、そういえばわかるみたい。なんでわかるにゃ。近くにこんな謎があったにゃんて。あなた人間なのに私たちの言葉がわかるの？うん、君の言葉もわかるよ。それなら夫の浮気調査をお願いできないかしら。浮気にゃ。最近夫の様子がおかしいの。誰かに会いに行ってるみたいだし、人間なら怪しまれずに調査できるかと思ったけど、突然こんなことをお願いしても迷惑よね。なるほど、これは探偵の出番と見たにゃ。探偵？奥さん、そのお悩みこのブチ探偵とレイジ助手が引き受けたにゃ。あいつがターゲットの旦那さんにゃ。レイジ君、尾行は探偵の基本にゃ。怪しまれないように気をつけるにゃよ。変装とかした方がいいかな。どう？それじゃ余計に目立っちゃうにゃ。彼はこの中に入っていったね。ここで浮気相手と密会してるかもしれないにゃ。誰かと落ち合っている形跡はないにゃ。そういうことか。依頼者の元に戻ろう。な？浮気相手が分かったって本当なの？うん、間違いないと思う。やっぱりあの人の代わりに僕が君を守るって言ってくれたのに。あの人？私の元彼よ。でも事故で亡くなっちゃって、その時慰めてくれたのが今の夫だったの。ついてきて、浮気相手に会いに行こう。え？その毛並み、やっぱり君しかいない。今日こそ手に入れてみせる。あ、にゃにゃ、俺は完全に口説いてるにゃ。あなた、これはどういうことよ。ユキ、どうしてここに。ん？レイジ、もしかしてあの浮気相手って。うん、誤解を晴らしてあげなきゃ。あれれ、雨宮くん、こんなところで会うなんて奇遇だね。霧島さん。猫のぬいぐるみか。雨宮くん猫好きだもんね。よし、ここは私に任せて。あ、わお、取れちゃった。これあげる。私だと思って可愛がってね、なんて。あ、ありがとう。じゃあまたね。にゃにゃ、ぬいぐるみを置いて奥さんの元を去るつもりだったにゃ。はい、そのためになんとかぬいぐるみを手に入れようと。去るつもりだったなんて
やっぱり他に好きな人ができたのね。あ、そうだよ。気づいたかい？僕もそのぬいぐるみに出会った時は驚いたよ。あの人にあまりにも似ていたから。まさかあなたは。ユキちゃんが亡くなった彼のことまだ忘れられないのを気づいてた。そんな苦しんでいるユキちゃんを見ているのは僕も辛かった。約束を守れなくてごめん。僕じゃあの人の代わりにはなれなかった。だから僕はあのぬいぐるみを置いて君の前を去ろうと思っていたんだ。いい加減にして。勝手に勝手に決めつけないで。え？今の私が大切なのはもうあの人じゃない。今ここにいるあなたなの。なんでそんなこともわからないの？ユキちゃん、ごめん。ユキちゃん、ヨル君。にゃー、浮気どころかラブラブ夫婦だったにゃ。デイジ探偵、ありがとう。危うく私たち離れ離れになるところだったわ。力になれたならよかった。何かあったらいつでも僕たちネコネコ探偵社に依頼してほしいにゃ。ネコネコ探偵社？そうにゃ。僕とレイジならいろんな猫たちの悩みを解決できるはずにゃ。あなたたちなら頼りになるわね。近所の奥さんたちにも紹介しておくわ。にゃんでも解決ネコネコ探偵社、ここに結成だにゃ。はい、ご飯だよ。相当お腹減ってたんだね。失礼、少々お見苦しいところを。しかし依頼をする前に危うく死ぬところでした。依頼？君たち猫猫探偵者ですよね。猫の言葉がわかるレイジ探偵がどんな悩みも解決してくれるって聞きましたよ。ブッチ探偵のことも忘れないでほしいにゃ。でも依頼なら大歓迎にゃんよ。助かります。なんといっても命に関わる大問題なんですから。命に？ミーコ、ご飯だぞ。またどっか散歩に行っちゃったのか？仕方ない、ここに置いてあるからな。ここが僕のお家なんですけど、見てください、これこそが命に関わる大問題なんです。これはハンバーガーだ。どうです、食べられたもんじゃないでしょう。玉ねぎも入ってるにゃ。猫には毒にゃんよ。ごちそうのつもりのようなのですが、僕の口にはとてもじゃないが合いません。だからあんなにお腹を空かせていたんだね。先ほどあなたがくれたご飯、あれこそ僕が求める味です。カリカリのキャットフード、あの歯ごたえ、魚の旨味が凝縮し洗練された味、まさに至極の一品。ちょっと大げさだにゃ。レイジ探偵、僕をバーガー地獄から救ってください。うん、カリカリフードが食べたいんだね。わかった。伝えてきた。明日から希望通りのご飯を用意するって言ってたよ。本当ですか？ああ、あなたは命の恩人です。明日のご飯が楽しみにゃんね。
ミイコ、アメミヤ君から話を聞いたよ。今まで気づかなくてごめんな。はあ、ついに今日からカリカリ天国の日々が。ほら、ご希望のカリカリだ。にゃ、お前の希望通りカリカリベーコンバーガーにしてみたぞ。カリカリベーコンバーガー。レイジ、一体なんて伝えたにゃ。カリカリのご飯を食べたいって。いつも普通のハンバーガーだったもんな。ほら、ガンガン食っていいぞ。確かにカリカリですけど、何も変わってないにゃん。にゃに、それは完全なる失楽園、禁断の恋すぎるにゃ。おいらは猫で、あの子は人間。ダメだって分かってても、この気持ちは止められねえ。僕たちにお願いしたいことっていうのは。決まってんだろ、彼女への告白でいい。おいら、あの人に惚れちまったんだ。毎日ありがとね、助かってるよ。玄関はお店の顔ですから、今日もピカピカにしますよ。なるほど、確かに可愛い子だにゃ。告白っつってもどうしたらいいかわからねえし、言葉も通じねえして、参ってたところよ。プレゼントを渡すのはどうにゃ。ドラマでもそういうシーンをよく見るにゃ。おお、それなら喜んでもらえるかもしれねえ。そうと決まりゃ、あ、何を用意すりゃいいんだ。あの子が欲しいものがわからねえ。僕が聞いてみるよ。いらっしゃいませ。お、アメミヤじゃねえか。みんなも来てたんだ。お席へどうぞ。レイジ、この子だにゃ。うん、彼女が欲しいものを聞かなきゃ。ご注文は？欲しいものはありますか？何言ってんだ？注文するのはお前だろ。キタネさんの欲しいものを聞いてるんじゃないのか？何？アメミヤ、お前まさか恋。ああ、それ以上言うな。アメミヤ君は今、新しい世界に踏み出そうとしているんだ。なのか？バイトしてて欲しいもの聞かれたのは初めてかも。私が今欲しいものは新しいメガネですかね。情報ゲットだにゃ。それでご注文は何にしますか？おすすめは天丼ですよ。レイジー、レイジー、僕天丼っていうの気になるにゃ。元気な猫ちゃんですね。彼女が欲しがってるメガネってやつは簡単に手に入るもんなのか？視力のこともあるし、難しいかもしれない。こうなったらお手紙作戦に変更にゃ。心がこもってればきっと喜んでもらえるにゃ。そうだよな、大事なのは気持ちだよな。レイジ探偵、あんたに託すぜ、おいらの熱い思いを。
いよいよ手紙を渡すにゃんね。くー、緊張でどうにかなっちまいそうだ。あの、はい。待て待て待て、オイラが好きなのはその子じゃねえ。にゃに、じゃあ誰なんにゃ。おや、雨宮くんじゃないかい。今日もうちの天丼食べに来たのかい。あの人、あの人がオイラの好きな人でいい。にゃんと。そういえば最初に紹介してもらった時、あのおばちゃんも一緒にいたようにゃ。あの肉球のように柔らかな体、モフモフの毛並み、そして漂う煮干しの香り、ドキドキが止まらねえ。それってお店の出汁の香りじゃ。手紙天道さんに渡した方がいい。いや、こういうのはやっぱり自分で伝えてなんぼだよな。見ててくれ、オイラの猛烈アタックを。なんか今日は猫が騒がしいね。行くでい、とっておきの愛情表現、無限肉球ふみふみ。なんだいこの鬱陶しい猫は。離れな。天道さん、少しだけ我慢してやってください。やれやれだにゃ。猫猫探偵社始まって以来の大事件だにゃ。お二人ならお母さんを殺した犯人を見つけ出してくれると思って。この大事件ビシッと解決してみせるにゃ。ありがとうございます。動きもゆっくりで鳴き声も変わってて、不器用なところがあるお母さんだけど、僕の大事なお母さんなんです。お母さんのことが大好きなんだね。はい、とっても物知りで体も強くて僕の憧れのお母さん。でも3日前寝床に帰ったら死んじゃってて、しかも人間がお母さんを連れ去っていったんです。人間？死体を持ち去るとは証拠隠滅のため。つまり犯人はその人間かにゃ。そうです、あの人間が犯人に違いありません。お願いします、そいつを捕まえてください。犯人の姿は覚えているにゃ。あの日は天気が悪くてよくわからなかったんですが、ツンツン頭でした。はぁ、情報が少なすぎるにゃね。ここは探偵の基本、聞き込み捜査だにゃん。そういや、天道屋にツンツン頭のあんちゃんが入っていくのを見たな。有力情報ゲットだにゃ。ですか？確かあの日はお客さん少なかったんですよね。そういえばヤマトが雨宿りに来なかったかい？そうでした、何か抱えてたような気もしたけど、あれ何だったんでしょう。もしかして。俺が猫を殺したって。この人、僕が見たツンツン頭にそっくりです。いよいよあのセリフを言う時にゃんね。犯人はお前だにゃ。なんだこの猫。そもそも猫自体心当たりが。あ、まさかニャンキーのことか。ニャンキー？デュークさんがトンキーの猫型を作ってるらしいんだが、誤作動で逃げ出したんだとよ。
じゃあ3日前に一大事君が抱えていたのってニャンキーだな。見つけたら回収しといてくれって言われてたんだ。ちょうどエネルギー切れで動かなくなってたみてえだ。死んだように見えたのは動かなくなってただけだったのか。僕のお母さんがロボット猫、よくわかんないですけど、それってすごいんですか？僕と何か違うんですか？ちょっと説明が難しいけど、心配はいらない。君のお母さんは修理、いや怪我が治ったらすぐに帰ってくるよ。本当ですか？どれぐらいで帰ってきますか？僕早くお母さんに会いたいです。3日くらいはかかるんじゃないかな。あと3日も。本当にお母さんのこと大好きにゃんね。はい、世界一大好きです。それなのに僕とお母さんは。さて、これで一件落着にゃんね。あのレイジ探偵、ブチさん、ネコネコ探偵社はどんなことでも引き受けてくれるんですよね？もちろんにゃん。にゃんでもお任せにゃんよ。それなら僕をロボットネコにしてください。大好きなお母さんと同じロボットネコになりたいんです。どうしたらなれますか？ロボットになる方法か。お母さんのこと好きすぎだにゃん。何でも解決してくれるんですよね。これは難題だにゃん。